まあ、レファレンスがね、レファレンスがわからないって言ったのは、はい。だからレファレンスがわかるようになると、かなり、その小論文とかの、授業と関係するんですけど、まあ、レファレンスがわかるようになると、すごく、構築しやすいですよ、いろいろ。事柄が。言われたことを自分のはい。中で解釈しやすくなる。そうです。はい。だ結局多分その人によってその自分の引用するレファレンスの種類っていうのが違うんで、その人の解釈になるかな。だその人の解釈を誰かが解釈してあげられないから、結局自分でそのレファレンスを見つけるしかない。だから結局そういう、その自分で解釈した後に、最初それを言った先生と答え合わせする必要はないんだよね。だからもうその人とは離れてるんで、その言語だけが独立して世の中に存在してて、で、それを取ったのが彼で、で、彼が自分のアクションするともうそれで完成した。アファーマティブアクションっていう、これも専門用語であるんですけど、もう肯定的行動っていう、もうそれをそういうこととして行動する。行動することが、その行動自体がそのもう、その解釈イコールになる。だそこでもうその言語と身体が一体になるっていう。なんか言語に限らないんですかね、そういうのってこう、僕ら絵描いてますけど。その自分が描いた絵を相手に伝えるときに、その相手の受け取り方次第になるじゃないですか。だから、やっぱり絵もなんかコミュニケーションの一部なんだなと思って。その学科的に ちょっと質問なんですけど、そのデザイン工芸科の、まあ、例えばその彼はそういうこと言われたっていうけど、そうどういうこと言われてるんですか、普段。彼が言われたことは珍しく言われ方ってこと。まあそうですね。なんか普段はもっとなんか直接的になんかここら辺の影がごちゃごちゃしてるよとか、そういう具体的なことで言われますけど。だから、踏み込みが足りないっていう言い方はなかなかないんですなかなかないです。よ。なんだろう、こう、絵の中の問題点っていうより本人の問題点になると思うので、やっぱそうなると、こう、気持ちの持ちようになってくるのかなと。なんかないで踏みすか？込みが足りないっていうのは、でも彼デッサンの中の話とか自分では言ってたよね。自分の感じには受け取ってなかったけど、デッサンの中での話だからとか。だそれもある種、そのデッサンの技術的なところでの話だとして、で、じゃあ光をこだわってみようかな、みたいなことになった感じ。だから彼はあれ、じゃあ、あれだよね。でもダメージ受けたってことはどういうこと？自分が、のあれ、自分に、言われたって思った。でも喋ってるうちに
絵の話、デッサンの話って言って切り替わったってこと。最初はすごいダメージを受けてきた。これ言われたと思って。しゃべってるうちにだんだんだからやっぱりまとまってきた、ね、彼自体に。今もうその最初に。あ、去年出た。あ、去年は2回出た。今日は何年です？今日中だけで。今日の朝から。あ、今日の朝。あ、書いてない、受験。はい。今年はたまびグラフィット。あ、多分、ね、そう、書き文字は書き文字。出た。いつでしたっけ？9月の、皆さん、9月1日から。左小論文。これですね、あの学科の宣伝動画ですよ。あの雑談じゃないですよ。学科の宣伝動画なんですね。皆さん、あのムービーたちに我々の会話が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価。その上ですね、左小論文の学科の最新の授業にふるってご参加ください。ブラインドビートパッドを、はい、見せておきます。じゃあ、9月1日外省論文の授業を来ましたら、こういう話がたくさんできますので、はい、楽しみにしておきます。では、ありがとうございます。はい、これで、はい、これで、アトリエが満員になることです。ありがとうございます。